Welcome to シルビチャンネル。どうも、シルビです。本日は水曜日。水曜日はいろいろある対人ゲームの中からチョイスしている毎週水曜日。本日は League of Legends。で、タイトルにもあるんですけれども、まあ、ここまで何回かやってるんですけども、初めての方にもわかるようにですね、解説しながらプレイをしております。で、これ、解説しながらプレイして、かれこれ5、6回目ぐらいになるので、最初から、本当の最初からではないんですね。なんで、もし興味がある方はですね、1回目とかを見ていただくと、だいたい、こんなゲームだよっていうところから説明してますんで、非常にですね、そちらを見ていただくと嬉しいです。まあ、そういうのを踏まえた上で、今回は、まあ、ある程度、ベースとなる情報を、はもう知っているものだという段階で、具体的なところにちょっと組み込んでいこうかなと思います。まあ、あとは実際の試合を見ながらですね、その場その場で、解説、状況説明とかを踏まえて、あと、あれこれちょっとこれよくわかんないんだけどとかいうのがあれば、例えばこのチャンピオンってどういうのなんですかとかっていうのをその場でね、言ってもらえれば、私のわかる範囲で、ただ、私もですね、だいぶブランクがあります。2年ぐらい。年単位でブランクがありますので、正直ですね、最前線プレイヤーではないです。昔はかなりやってたんですけど、もう2年ぐらいずっとやってない状態のまま、しばらく最近またやろうかなっていうんで復帰している状況なので、追い切れてないところはあるんですけども、まあ一緒に勉強していくという感じでですね、やれればなと思います。そんな感じの水曜日。では、行ってみましょう。League of Legends。なぜ私がこれを解説しながらやるのかというのはですね、ぜひですね、対戦ゲームとして非常に完成度の高い、かつ、土台、完成度というよりも、その、対戦する場ができてるんです。空気と場ができてるので、もう完全にできて、出来上がってるゲームなんですよ。例えば他のゲーム、麻雀とかも4人集めなきゃいけないじゃないですか。リアルでじゃあ麻雀やりますってなった時に、じゃあ麻雀やろうよ、今日夜やろうぜっていうので、ちょっと今日は飲み会が、みたいな感じで、4人まず集めなきゃいけない。麻雀が大好きでもね。そういう中で、その集めるっていう動機だったりとか、じゃなくてその麻雀の中でも腕の差があって、もう完全に読まれてもう一人勝ちしてるようなゲームだと、それはそれでつまんなくなっちゃうわけですよ。ではなくてこのゲームは、難なくもう全世界で、まあ常時、サーバーによるんですけども、ログインしてる人数が常にまあ10万人とかですね、20万人とかですね、万単位で、しかも万でも10万とか20万とかそういうレベルでいるので、全然ですね、24時間ですよ、もうほとんど。全世界でやってるので、まあもちろん少ない時間帯はもちろんありますけれども、とにかく何が言いたいかというと、対戦相手に事欠かない。で、対戦相手が多いっていうのはどういうことかっていうと、それだけですね、初心者から上級者までたくさん幅広くいるわけですよ。たくさん数がいるので、自分の同じぐらいなプレイヤーと、一緒にプレイができる可能性が他のゲームに比べると圧倒的に高いんです。これが他でデッドアライブとか、やっぱり少ないんですね。規模が。言っても100人とかのゲームになっちゃうと、100人の中の序列があるんで、で、100人が常時、じゃあ24時間ログインしてるかってそういうわけじゃないので、じゃあ自分がやった時には10人しかいませんでしたと。全員、その10、自分以外の9人がすごい強いプレイヤーだと、自分だけ延々と負けることになるわけです。そうすると、つまんねえこのゲームってなるわけですね。ではなくて、このゲームは常にたくさんの人がいて、同じぐらいの人とやれるので、切磋琢磨しつつ自分の能力を伸ばすことができる。で、それ以外にも、いろいろな、キャラクターがいるので、そういうのを新しく知っていくというですね、こともできる、楽しみもあるというですね、非常にですね、奥が深く場ができているので、まあちょっと、改めてですね、こう、押していこうかなと、いうので、水曜日チョイスしております。ちょっと前置き長くなりましたけども、非常に今、いいゲームですよという意味ですね。対戦ゲームとして非常に完成されているゲームなので、触ってみて、まあ、英語ですけども、そのうち日本語が来るみたいな話が非常に来ているんで、一応、この作ってるメーカーのリーグオブレジェンドのライオットって言うんですけども、それもともとは、ライオットはどこだったかな、アメリカかな、会社だったんですけども、中国のテンセントに買収されまして、で、今日本の方で、
やろうっていうので、日本の法人は立ち上がってるんです。ライトジャパンっていうのがもうできていて、社長もいるらしいんですけども、それで、まあ、あとはどの段階でやるかっていうので動いてるみたいなんですけど、もしかしたらそんな遠くのうちに来るんじゃないかみたいな状況で思っているんですが、まあ私はですね、それを非常に楽しみにしている。まあ、ただやることは一緒なので、プレイヤーの多い海外サバでやっておけば、仮にですね、今やっておけば、日本語サバが出た時も、それだけ初めてやる人よりも先に立てるんですね。それは非常に重要なので、まあ今のうちからですね、触っておいて損はないゲームだと思います。はい。それでは、プロローグですね。今、まあ前置きですけれども、やりましたけども、早速ですね、ゲームの方に行こうかなと思います。これは非常にですね、あの上の方にプレイってあるんですけども、これオートマッチングなので、自分でやりたいモードとかですね、を勝手になんでマッチングしてくれます。で、私はチームビルダーで、ソロ。チームビルダーって何って前回、ちょっとやったんですけども、このチームビルダーっていうのは、このゲームはですね、主に5人対5人であるんですけども、それぞれに役割があります。要は前衛、中衛、後衛っていう感じであるんですね。それを自分で最初に、俺はじゃあ中衛やりますと。いや、前衛今回やります。いや、サポート、支援やります。後衛の支援やりたいんですっていうのを決めて、それぞれの役割で別でマッチングするようにできるのがこのチームビルダー。ではなくて、ブラインドピックっていうのはもう完全に、もう全員が、どうぞ先着順ですね。あ、俺前衛やります。いや、俺中衛やります。俺後衛やりますっていうのを同時に手を挙げる。で、これ何が起こるかっていうとですね、昔はそれしかなかったんですけど、俺が中衛やるんだから、お前は後衛やれ。俺が前衛やるんだから、お前は支援やってろとかですね、そういうのがですね、味方打ちでですね、まずですね、喧嘩が勃発します。俺は中衛生きてんのに、なんでお前先に取ってんだ、じゃあ俺も中衛行くし、みたいなですね。本来一人でやるところを中衛が二人になっちゃって、前衛が足りなくなるとかですね、そういうことがですね、ブラインドピックはよく起こります。よく起こります。そういう、モードなんですけども、まあ割とですね、昔はこれしかなかったんですけど、割とカオスで、それはそれで楽しいです。で、これドラフトピックって何っていう感じなんですけども、これドラフトピックは前回やってない、新しい要素なんですけども、今回説明します。ドラフトピックっていうのはですね、まず、お互い両チームの、決められた一人、まあ、ランク度だったら一番ランクの高い人がですね、リーダーになるんですね。それでリーダーになって何をやるかっていうとですね、このチャンピオンは使わせない。この、例えば60、100体ぐらいいるんですけども、やっぱりですね、強いチャンピオンっていうのが存在するんですよ。それを両チーム使用禁止にしますっていう。それを4キャラまでですね、確か4だったかな。あ、4か8か、まぁ、あ、ちょっと今はどうだかわかんないですけど、4か6まで100体いる非チャンピオンの中で、これは、例えば他のゲームの話をすると、アレックスとケンプアは、使用禁止ですと、この試合においては。いや、だけど、俺たちはちょっとフレピクナハトの方が嫌なんで、フレピクナハトは使用禁止ですっていう風にできるんです。だから、両軍のリーダーになった人がそれを、じゃあ俺は今日、ナハトを使用禁止です。ああ、じゃあ相手は、じゃあフレピクシー使わせないよっていうので、使わせなくするんです。それは、両方とのチームが使えなくなるんですよ。で、それをした上で、じゃあ、そのうちの5人のうち、順番に、両チームですね、A チーム、B チームだったら、A チームの2番手の人が、まず1人目のキャラクターを取るんです。そしたら今度は B チームの2人目と3人目が、2人目と3人目がチャンピオンを取るんです。で、今度はそうすると、A チームの3人目と4人目がチャンピオンを取るっていうですね、何が言いたいのかですね、ドラフトピックはですね、非常にですね、平等な状況で戦えるようになっているんです。なぜなら相手のメンツも、相手のピックも見れるんですよ。だから同じチャンピオンは取れないので、例えばアレックス取ったら、ガンダムね、ガンダムを取ったら、もう一人が、相手チームでガンダムを取ることはできないんです。それは、チームビルダーやブラインドピックはできるんです。ドラフトピックは確実に、そのゲームでは一人しか出てこない。1チャンピオンは、一体しか出てこないので、かなり取り合いになるわけですよ。要は人気のやつはね。だから、すごくですね、そこでの、まずチームを組むっていうところでの駆け引きが勃発するモードがこのドラフトピックなんです。なんで、それが非常にですね、バランスがよくできているので、その駆け引きの上で試合が始まるっていうゲームなんですね。で、それがノーマルモードっていうのは練習モードみたいなのがあって、それとは別にランクドソロっていうことなんですけど、それをベースとした、階級マッチみたいなのがあるんですよ。それがランクドソロデュオって言うんですね。ここをやると、そのドラフトピックモードをベースとして階級戦になります。自分なんかもうないんですけど、ランクドっていうのがあるんですけど、ここでランクで勝っていくと、ランクが上がってきます。最初はブロンズからスタート。要は銅メダルからスタート。銅ランクから。で、次銀。
次ゴールド。で、その次プラチナ。その次ダイヤモンドかな。どっちか忘れましたけど、プラチナかダイヤモンドっていう感じで、どん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 ランクが上がってくる。で、しかもそのブロンズの中でも5段階ぐらいあって、ブロンズ5、ブロンズ4、ブロンズ3、ブロンズ2、ブロンズ1、シルバー5、4、3、2、1って感じで、ゴールド見てみたら先生、ものすごい階級があるんです。その階級の中で戦って勝てば次の階級に行ってみたいな感じですね。それをやるんです。で、それで何が起こるのかっていうと、シーズン別で、1年間かな、まあいろいろあるんですけど、1年とか、まあ、半年とか区切りでシーズンが変わるんですけども、そのシーズンで一番高いののランキングを決めるんです。で、それでなんか一番上の方に行くと、まあ大会とかですね、そういうのに行くみたいなですね。非常にですね、もうあの J リーグみたいなもんですね。J リーグみたいなリーグがですね、階級がですね、ものすごいあるんです。このランクっていうのは、そういう、なんていうんですかね、要はガチ志向の人にも対応してるわけです。私みたいにもうそれはね、ちょっとね、さすがに やりきれないのでやってないんですけども、それとは別にノーマルモードっていうのが2つ大きく分けて存在しているこのゲーム。ちょっと熱くなりましたけども、非常にですね、そういうですね、土台がものすごいしっかりしている。で、さすがにランクをやるにはですね、もう2年ぶりの、ま、ブランクの中、いきなりランクで、まあ、やっちゃう人もいるんですけど、ちょっと私はね、かなりね、いわゆるバーチャーとか他のゲームでいうと、この昇格戦みたいな感じに、毎回昇格戦みたいな感じなんで、はっきり言ってですね、ピリピリしてます。ピリピリしてます。ピリピリしてる上で、しかも、かなりですね、緊張感のある戦いになります。こんばんは。こんばんは。ノーマルモードと比べるとすごくピリピリします。ただその緊張感の中で揉まれるとノーマルモードがぬるく感じるんですね。ノーマルみたいな感じになるわけです。じゃあ遊びでしょみたいな。だからそこが一ついわゆるガチとエンジョイみたいな感じでなんか区別されちゃうんですけど、まあノーマルはノーマルで楽しくてワイワイできるので私はノーマルが楽しいみたいな。まあランクもランクでありだと思うんですけど、お互いの二つの二面別々の楽しみ方ができるという感じですね。なんでね、そういうノーマルで、しかも、ランクっていうのはドラフトピックじゃないですか。ドラフトピックっていうのは、さっき言った、アレックスだったアレックスっていうので、一人しかいないので、戦術が変わってくるんです。この辺のノーマルのモードと、ブラインドピックや、チームビルダーと戦術が変わってきます。それがですね、全く違うんです。それがすごい。ランクはしかもですね、自分の階級がかかってくるわけじゃないですか。負けると下がるので、みんな勝ちたいっていうのが大前提であるんですね。すごくですね、キビキビと動くんですね。試合が。ノーマルモードは、だいたい、ちょっとぐだるときですね、40分とか50分かかっちゃうときがあるんですけども、ランクのマッチっていうのは比較的20分、15分ぐらいから試合が動き始めます。早いときは20分ぐらいでもう終わります。早いときは本当に20分で、壊れるんですよ、本拠地が。それぐらいですね、違うんです。だから、ランクはランクで面白いです。ただ、ノーマルはノーマルじゃないと、同じキャラ同士を、要はガンダムとガンダムだったら、ガンダム同士の戦いっては存在しないので、またそれはそれでちょっと違うみたいなんですね。その PVP の主な、サマーズリフトっていうゴーバーサスの中でも、この4モードがあって、それぞれに、独特のですね、面白さがあるっていう感じですね。まあ、私は今回はチームビルダーをやります。ドラフトピックとはちょっとね、やりたいんですけど、時間がかかっちゃうんですね。さっき言ったように、お互いのチームで、使えないチャンピオンを決める。その後にピックする。順番にピックしていくっていうんですけども、途中でですね、これね、抜けるやつとかがいるとですね、もう一回やり直しとかになるんですよ。なんでね、試合が始まんないことが結構あって、時間がかかるんですね。なんで、まあ、今回はチームビルダーをやります。はい。という感じでいろいろと説明してみましたけども、このゲームはですね、非常に奥が深い分ですね、その分覚えることとかが多く、分かりにくい部分っていうのがあるので、まあ、こうやってですね、ちょこちょこ説明を入れつついきます。で、まあこの画面、しかも英語なんで、やっぱり英語に、なんていうんですかね、苦手意識がある人っているじゃないですか。まあぶっちがほとんどない、このゲームに関しては英語なくてもどうにかなるんですけども、まあそれでもね、やっぱ分かりにくいところがあるんで、極力説明していきます。で、まあこのチームビルダーっていうのは、自分のポジションをですね、セレクトチャンピオンを選ぶ。その前に、サポートっていうのも支援ですね。支援機選びますかと。サポートの中で、どれサポートしますかみたいな。どれにしますかみたいなね。これ全部自分で選べるんですけど、私はサポートなんてするわけないだろ、みたいな。あるんですよ。ね。ロールっていうのは自分の、ここにロールって出てると思うんですけど、ロールっていうのは自分の役割です。それをアサシンっていうのは、アサシンっていうのは相手を一撃でぶっ潰すみたいなね。ステルス使って消えて相手の裏から出て一気に潰すとですね。要は対一場、対一。要は対、
対集団戦ではなくて1対1とか奇襲に特化したキャラクターがアサシン。ファイターはそうじゃなくて正面からある程度戦えるですね。ただそんなタンクほど硬くない。でタンクはガチ型です、ガチ型なんですけれども火力にちょっと乏しいっていう。でメイジはもう完全に魔法ですね、でマークスマンっていうのは遠距離の弓とかそういうですね射撃の ADC というよりアタックダメージキャラクターっていうですね、要は火力キャラです。これがいないと割とあのタンクを潰せなかったりとかですね、非常にあるんですね。でサポートは完全に支援、その辺の役割が大きく分けてこういう形で6役割あります。それとは別にジャングルとかですねいるんですけれども、まあその辺はおいおいね、大きく分けてそうなんです。そのこのロールっていうのが存在して、その上でポジション、自分の要は一塁守りますか、二塁守りますか、三塁守りますかみたいなポジションがあって、トップレーンっていうのはこのこれがマップなんですけども、トップレーン上が一番上がトップ、真ん中がミドって言われてます、略してねミドって言われて、で下がボトム、下そこなんでね、ボトム、今ここボトムなんでボトムにいますけど、これ真ん中にするとミドって今上がってきますね。でトップレーン、大きく分けてこの3つのレーンがあって、それとは別にジャングルっていうのが存在します。ジャングルっていうのはこの間の森のことです。ここが結構重要なんですけれども、なんで今の戦術としてはトップ1、真ん中1、下2、ボトムは2のジャングル1っていうので全部で5人っていうのが、まあ、定石ですね。たまに奇策に出るのがあるんですけど、ランクドマッチとかで奇策とかありますからね、最初に5人でいきなり攻めようぜみたいなのですねやるんですよ、インベーダーって言うんですけど、インベーダー、まあそうすると相手のジャングルを潰す、初っ端だいたいジャングルっていうのを、ジャングルって何するのかっていうと、ジャングルの中に経験値の湧くミニオンっていうんですけども、クリープですね、モンスターが湧くんですね。それを狩るのがジャングルの仕事で、それを狩りつつレベル上げて各レーンにサポートに行ったり奇襲したりするのがジャングルの仕事なんですけれども、そのジャングルを要は見えないのでいきなりレベル1からですね攻めに行くとかですね、いろいろな駆け引きが出てきます。はい、まあただ今回は私は真ん中が大好きなので、真ん中が大好きなのでメイジで行きます。使ってほしいのとかあればいいんですけど、ただね、それと別にルーン島マスタリーっていうのがあって、要は何ですかね、装備というか、パッシブスキルみたいなのを変えられるんですけども、あんま登録してないので登録してる中でやります。でチャンピオンをどれ選ぶかっていうのはですね、私の持ってるチャンピオンはこれだけ、これ以外にもこの倍ぐらいのチャンピオンが全部で存在します。これでも持ってる方だと思うんですけど、持ってる人はもう全部持ってますしね、使えないのはあんま買わないんです。この中でもチャンピオンの中でも、Don't you trust me? 信じてくれないの?っていいな。この中でもキャラクターの中でもいろいろあるんですね。何を使おうか。ルール。クイーンは使ったことがないですね。トランドル。主に真ん中は魔法使いがいきます。はい、こんばんは。魔法使いが真ん中を役割分担するんですけども、魔法使いの中でも序列があるんです。さっき言ったようにドラフトピックでも人気の魔法使いはバンって言うんですけど、バンされるんですね。使われないようにバンされちゃうんですけど、魔法使いの中でも扱いやすいとか強い弱いがあって、しかもそれもその強すぎるバランスキャラクターチャンピオンは2週間に1遍ぐらいですね弱体化されます。このゲームすごいんですよ。2週間に1遍バランスが大幅に変わりますから、かなり、ナート?おーい、じゃあ、臭いかみたいなの。で、悪界?あ、じゃあ、強化みたいなのですね。2週間に一遍ガン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 変わってくるんですよ。だから、ベースのスキルとかはたまにリメイクされますけども、基本は変わんないんですけども、攻撃ダメージの倍率が下がったりとかですね。例えば、格闘ダメージ、ダッシュ格闘が3倍?おかしいだろ、こいつはじゃあ2倍にしようとかですね。いや、だけど悪界、この格闘5倍でもいいんじゃねみたいなのですね、やるわけです。結構ですね、その2週間に一遍ですね、大きくバランスが変わっていくのでですね、まあ変わんない時ももちろんありますけど、非常にですね、毎回新鮮味がある。ただ、新鮮味があるがいいんですけれども、そこの情報を常に追っておかないと、自在に置いてかれちゃうんですね。例えば、昔強かったはずのチャンピオンが、たった
1、2回のアップデートでものすごく弱くなったりすることがあるんです。それを追っておかないと強いでしょっていう感じで使ってたらあれみたいなのが結構あるので、ランクマッチでは特にそれが重要だから常に情報を追っていかなきゃいけない。で毎週パッチノートって言って必ずそういうのが詳細でこれはこれだけ強化されましたみたいなのですね出てます。はい、前置きがものすごく長くなりましたけど、そんぐらいですね説明しないとですねなんだこのゲームってなるので、いろいろと説明していきます。まあ解説しながらね、解説の方が多分増えてくると思うんですけど、ただ実際の戦闘になるとそんなに解説いけないので、まあ、まずはこういうところですねちょっと喋ったなと思います。ちょっと休憩まです。チャンピオンを決めましょう。ブランドにしようかな。久々のブランド。行きましょうか。燃え盛る男。燃え盛る男です。ブランド。久々ですね。何にしようかな。こんばんは。はい、こんばんは。クールタイムだな。はい、ブランドでいきましょう。ファイト。あとは勝手にマッチングするのを待つだけ。その間にいろいろとルーンであったりとか作っていきましょう。コラボ実況見てたら始まってたわら。はい。コラボしてたね。ああやべえ。そういえば頑丈今日チェックしてないわ。いやボロボロに攻められてんな。あれひどいもんですよね。あのゲームはもう資金があるとこれぞということぐらい狙ってきますからね。やめてって。やめて。シルビの本拠地はもう、試験がないわっていう。今何やってるのかっていうと、ルーンっていうのとマスタリーっていうのがあるんですけども、これは事前に試合の前に決められるんですね。このルーンっていうのは、微妙にですね、マジックレディス12とかですね、微妙にチャンピオンの性能をブーストできます。まあ、パーツみたいなもんですね。で、マスタリーってのは何かっていうと、大きく分けて、そのですね、キャラクターのですね、色を決めることができます。赤、青、緑ってあるんですけども、赤色は攻め。日本の対戦ゲームもそれぐらいしてほしいものだわらわら。赤色は攻め。青色は守り。緑色はユーティリティっていうんで、まあ、いろいろとですね、便利機能ですね。のを最初に決めて、できるんです。例えば明治だったらやっぱり火力が出したいので、赤をマックス多めにして、ディフェンスなんてもいいんだし食らった時は死ぬわ。でユーティリティで若干マナの回復速度や走る速度を上げたりとかできるんです。でこの赤の中でも物理と魔法、大きく分けてこのゲームは物理と魔法っていうのが存在します。で物理と魔法が存在するので、それに対して対物理防御と対魔法防御っていうのが存在します。何がそれは何かっていうと、アタックダメージと AP ダメージっていうのですね。 ADAP って言います。 ADAP っていうのを表記をします。 AD っていうのが物理、 AP っていうのが魔法です。でそれに対するのが物理対物理対魔法防御っていうので出てきます。そこだけ覚えておくといいですね。他のゲームではそれが一色体になってるからするたりするんですけども、このゲームは完全にその2つに、これがちょっと最初分かりにくいんですけど、 ADAP っていうのがあるんです。で明治は AP なんです。魔法なんですね、もちろん。これで分かりにくいのが AD と AP どっちとも使える人がいるんですよ。ええ、4つのスキルがあるんですけども、1つ目のスキルは AD です、物理です。2つ目のスキルは魔法ですみたいなですねキャラクターがいるんですよ。そうなるとですね、装備に結構困っちゃうんですね。要は物体物理攻撃、物理攻撃を上げる、武器
魔法攻撃をかける次、杖みたいなのがあるんですけど、それを両方とも揃わなきゃいけないみたいなね。こともやんなきゃいけない。だから最初はシンプルなキャラクターを使った方がいいですね。で、これ、上が敵、下が味方。で、大きく役割を分けると、こいつがトップでしょうね。上がトップレーン。こいつがジャングラー。これをアイコンを持ってるやつはジャングラーであることが多いです。このダリウスっていうのは、マークスマンですね。カリスタがこれ真ん中なのかな？いや、ダリウス、あれ？違う。誰が真ん中？わかんないね、これね。ニダリー真ん中かな？ニダリーこいつが真ん中。カリスタがこれがサポート？で、ダリウ、いや、ちょっとよくわかんないですね。相変わらずよくわからない。車庫が絡むとよくわかんなくなる。まあ、これ、上、敵のチームは置いといて、こっちはトップ。ムンドがトップ。ルルがサポート。ステジュアイ、これがジャングラー。で、これがマークスマン、グレーブス。これは非常にわかりやすいですね。私が明治。で、ここが明治。だから私は、このニダリーっていうのと、1 vs 1の真ん中でのバトルをやるわけです。最初はね。この序盤が重要なんですよね。私、序盤でこけること非常にあるんですよ。しょっちゅうやる。序盤でこけるの、ほんとやるんですよね。だから私が上に行けない理由はそれなんですよ。村がある。村がありまくる。Summer's Rift。Welcome to the Summer's Rift。さあ、行きましょう。アイテムとかはね、徐々においおい説明しますよ。まだアイテムはね、難しすぎるんで、最初にやるには。私のキャラクターのスキルを主に説明しましょう。1番目が、このまっすぐ。ね、こうやると、こうやって飛びますよっていうのが出ます。まっすぐ飛ぶ直線上の対魔法です。ファイアーボール。この2番目は、この円の中に、対範囲の地上から炎の柱を出します。で、3番目の攻撃は、この円の中にいる敵に対して、内部から炎症させるっていうですね、相手をクリックしてする発動する技。これは相手をクリックじゃないです。なんで、相手をクリックするスキルっていうのは確実に発動します。これね、まずこれをちょっと今回は取ろうかなと思うんですけども、この円の中なら確実に発動します。で、この6番目の、この4番目のスキルは、ウルティメイト、究極魔法という扱いです。何かっていうと、この範囲にいる敵をクリックして発動するんですけども、その範囲にな、この範囲にいる中の敵に炎の弾が行くんですけども、それが反射するんですよ。おー、ダリウス！で、今スキルを打ちました。で、こいつのパッシブスキルが存在して、相手を、スキルを当てるとですね、数秒間燃やすんですね。こういう形で。燃えて減っていくと思うんですけど、それがこいつのパッシブスキルなんですね。あいつは、こいつはですね、物理キャラです。物理命令と言われる、物理キャラです。ああ、来た！ああ、シャコが来た！レベル2ギャングですよ。レベル2でのシャコギャング。今何をしたかっていうと、今アサシンが私を殺しに来たんです。今アサシンがマジレベル2であいつ殺そうって言うんで来ましたね。ただレベル2だったんで、なんか相手の動きがおかしかったんです。突っ込んできたんで、逆に危ねえなってんで私も早めに逃げたんで、かわせました。なんか危ねえな、みたいな。しかも、今のアサシンは消えられるんですよ。約1秒間か2秒間消えられるんですね。だから私は気づかなかったです。いきなり後ろから来たでしょ。いきなり出てきたのは、あいつのスキルで消えてきたんです。あ、間違えた。You can't contain me, summoner.
マップも向いてないといけないですね。右下にマップが出てます。それ非常に重要。あー、ファーストブロッドされてる。なんて、ムーンドウ、ムーンドウトップが死にました。あ、外した。オーケーオーケー。You can take me, summoner. I will blaze a tree. ね、相手は物理だから無理して行くと私の射程範囲に入っちゃうから、あの後ろで突っ立っただけなんですよ。あれはできない。どうしてもそうさざるを得ないからしてるんですね。で、経験値だけ貯めてるっていうのが相手なんですよ。まあ仕方ないです。今なぜやったのかっていうと、バレたんとか、相手がワードを置いてたんです。ワードっていうのは何かっていうと、視界を確保できるんですね。だから、あ、下がったでしょ。あ、あいつ来てるし、みたいな。俺がすげえ明治に、ね、今、コンボを確実に消えました。今、何をしたかっていうと、私の魔法コンボが炸裂しました。見事に。で、相手の体力を7割以上持っていくっていうですね。勝利。まあ、ただ、あ、ここも勝った。逆に。よし、1バーサス1の戦いに勝った。まだただ分かんない。相手は中盤から強くなっていくキャラクターなので全然ですね、ここで浮かれてはいけない。ただここでものすごい私アドバンテージを手に入れたので、これを生かさない手もないわけですね。相手はこの相手の装備もここで左腕で見えます。これ何かっていうと、あー、マーキュリートレッドスレッドって言うんですけども、あー、対魔法ですね。対魔法の靴を買ってるんですね。だから私の魔法がめんどくせえなって言うんで、対魔法防御を上げてます。おい、やってくれるなみたいな。今お互いのバトルが、相手もレベルが上がってきたので、スキル的に攻撃に出れるようになってきたんですね。だから今まで見てるだけだったのが、しっかり攻撃しました。今ここいねえよって。どこ行ったんだって。いなくなりましたよね。マップから消えました。あ、出てきました。これは何かというと、ブルーバフといって、対魔法の HP 回復が、MP 回復が上がるですね。バフです。これをやると、真ん中は魔法使いなんで、私はマナを超使うわけですよ。そこを、非常にですね、回復できるようになります。
ね、なんで私が一気に攻勢に出て魔法を使いまくってると思うんですけど、それはマナが回復するようになったから。その代わり攻めるってことは相手のジャングラーが来る可能性があるので気をつけなきゃいけないですね。ね、攻めるようにこうガンガン今までスキル温存、こっちもマナがあるのでスキル温存してたんですけど、ガンガン使うようになってます。ただ気をつけなきゃいけないのはここは相手の射程圏内で、今ジャングラーが戦い勃発したんでヘルプしに行きました。消えてこられちゃいましたね。残念、やられました。ジャングラーがさっき同じで消えてきたんで、そう忘れてました。相手の特性を私が今のはちょっとうかつでしたね。あのシャコって言うんですけど、あいつは短距離消えられるんですよ。その短距離が厄介みたいな。特に序盤からやって殺しに来れるんで、いやーちょっと浮かずだったな。このチャンピオン知らん。わかんないね、私のいない時に実装されてる。ワード使えよって。グッジョブですね。バフを、相手を殺すとバフ取られます。取られました。はい、ありがとう。ここまた真ん中狙ってるわけですよ、あのシャコ野郎ね。だから若干相手が前寄りに出てるでしょ、それは誘ってるわけですよ。よっしゃ勝った勝ったけど負けたもう完全に打ち合いですね。お互い究極魔法を打ち合ってぶっ走り合っての戦いでございます。はい、第一つ目のアイテム買いましたね。でワードを買っておこう。今のは完全に、ただ私の方が先に倒したので、私の方に先に経験値等々が入るので、先に倒した方が若干いいんです。今は私の方が先にキルを取ったので、まあそういう意味では少し私の方が弱得で、前回1回まあ今中央としては2対2ですよね。完全に2対2の戦いです。これはワード置いとくと、まあただね、徐々にね相手もね硬くなっていくので気をつけなきゃいけない。で、相手も分かってるんで、スキル打った後、クールダウンっていうのが発生するんですね。
クールタイムが発生するんで、相手も私がスキルが打った後さっき突っ込んできたと思うんですけど、魔法使いはそのクールタウンがいかに管理するかが大事なんですね。だから相手はそれを分かってる上で突っ込んできましたね。これは相手がメレナのを利用して、相手としてもミニオン、要はこのねチビちゃんたちを倒してお金を稼ぎたいんですね。そこをあえて来るところを狙ってしばしらを出してるという感じです。この駆け引き、でまあスキルの特性は大まかに言ったんですけど、パッシブももう一つ理由があるんですけど、ちょっとその辺はおいおい説明します。こいつは結構ですね、スキルに癖があるんですね。相手を燃やすんですよね。燃やしてる状況の敵に他のスキルを当てると、燃やしてる状況の敵に他のスキルを当てると追加攻撃能力が発生するんですね。相手もスタンさせることです、とかダメージが倍になるとかですね、そういうのがあるんですね。また1対1での戦い。まあ今度も私の方が先に倒しましたね。微妙にそういうのはつながっていく。ただね、相手の方が徐々に硬くなっていくので、もう完全に1 vs 1ですよをやっております。こっちかな。いや、こっちやね。お、ドラゴン取ってくれた。本当はもっと私も真ん中、他のレーンとか行きゃいいんですけど、じゃあ今のうちに説明しましょうか。相手を燃やします。どのスキルでもいい、通常攻撃はダメですけども、どのスキルでもいいんですけど、相手に当てることで炎症状態にします。何秒間かね。その状態は炎症効果の敵は相手の体力が何割か何パーセントずつ減っていくんですけども、その状態の敵に攻撃スキルを当てるとそれぞれに追加攻撃が発生します。それは何かっていうと、こういう形で、3番目のスキルの場合は爆発ですね。その周囲の敵へ炎を撒き散らします。2番目のスキルは燃えてる敵に当てるとダメージが倍になります。1番目のスキルは燃えてる敵に当てると相手をスタンさせます。このゲームスタンってすごく重要で、ムンドちゃん、そのスタンが重要です。それを決められるかどうかはこいつの進化に分かれる。これなぜヤーを言ってるかっていうと、このランクどのくらい、いやノーマルですよ。ノーマル解説しながらなんだね。ああ自由にやってるね。あいつは通常攻撃で回復していくんで相性が悪いですね。ノーマルです。はい、いただきっていう感じでですね、今はもう調子乗ってる、完全に調子乗ってるです、あれ。ターレット壊されちゃってね、真ん中、今北にヘルプに行ったせいで、やられてしまい、真ん中のタワーを壊されてしまいました。まあ仕方ないですね。
ランクはしてないですね。あ、やられてる。ムーンドよし、一発で死ななくなりましたね。あー、今ちょっと失敗した点は1個かあるんですけど、ここのなんだっけな、サモナースペルを使ってしまった点ですね。このサモナースペルって何かっていうと、まあそれぞれ本来持っている4つのスキルとは別に2つオリジナルですね、事前に用意したものを入れられるんですね。ただその特徴としてクールダウンがものすごい長い、3分とかねのものがあるんですね。私はそれを今使ったんですけども、使わなくても倒しきれなかったんで、倒しきれたら使うべきですけど、明らかに倒しきれなかったのでちょっと失敗でしたね。今この私のビルドは何かっていうと、割とですね、固めに、本来明治ってそんな硬くなくて火力特化したらいいんじゃないのっていう話なんですけれども、HP とかを取ってみたりサポートやってるのね。まずいね。北が2対1を強制されているので、そうそうそう、本当はね真ん中を押したいんですけど、まあヘルプ行くべきでしょう。ここはだけど待ってると思うんだよね、絶対ね。I am the fire that cleanses the world. Rampage. Double kill.ナイスですね、素晴らしい。北負けてる、これまずいね。北行かないと壊されちまう。あ、来ましたね。これまだまだあれ硬いからね、あれでも倒せないですよ。私の火力だと今のこの、ま、対魔法ビルだと、ちくしょう、あいつ悠々自適とやってやる。やめろ。そんなんでやられてたまるかよ。明治だから余裕だろって言うんで瞬間火力で、さっきの回ってきたのはもう完全に火力特化キャラなんですね。火力特化キャラです。トリンドメアって言われるんですけど、その代わり火力特化して究極が火力特化しても大丈夫です。7秒、6秒かな、今ちょっとどうかわかんないですけど、6秒か7秒間死なないでいけるんです。ウルチメイドがね、だから HP が1で残るんですよ。どっかの俺は死なないみたいなんですね、感じでですね、6秒間は生き残れられるんです。だからギリギリで、そこで無理しても進められるんですね。さあちょっと全体的なキル数は勝ってるんですけども、タワーの数がこっちは負けているんで、まあ全体的にはぼちぼち、あ、だけど南はかなり勝ってるんですね。中央はこれタワーの数で負けてます。ね、あいつ消えてきたでしょ。無理しないっすよ。うー、やばい、捕まるかな。捕まった。いやー、ここ今ね何をしようとして、こっからこっちに飛ぼうと思ったんですけど足りなかったですね。お、300S、 いいですね。やっぱ作ってる数というかノウハウが違うんですよね。ああ、見るのがちょっと
結局試合経験じゃないですけども、やってる数が作ってる数が違うので、そこに至るまでの歴史もね、だからそれだけロジクロは今すごいなとやっぱり改めて思いますね。業界ナンバーワンですし、業界ナンバーワンなのはゲーミングデバイス以外のをずっとやってるからですね。あ、北はやられてるぞ。北方ムンドちゃん、ちょっと無茶しすぎじゃ。ムンドちゃんはこれタンクビルドですね、超タンクビルド。本当はムンドはあんなに死ぬキャラではなくて、割と硬いキャラなんですけども、ちょっと今回はやられてますね。相性よく悪くはないとは思うんですけど、ダメ、ここはさすがにできない。壊されましたね。タワー的には押されているので、キル的にはまだ勝ってますが、って感じですね。私のアシストの中だと。よっしゃ！うー、タンク！ナイス！このジャングラーが硬いから、今言ってくれましたね。ここは押すべき。見事に。で、ウルチメイトはさっき言ったように範囲にいる敵に自動で反射するんですね。何回かな ?5 回まで反射するので。だから逃げていく敵に自動的に当たったりするんですよ。今それ、まさにそれでしたね。フラッシュ使われた。今これは逃げる試合です。逃げる、ですね、逃げる。これ案外ここで食われたりすると大変なことになるので気をつけない。シンガリですね、誰が真剣になるのみたいな話になります。こうやってスタンスでしょ、これをうまく使うのがこいつの仕事なんですね。いや、今タワー2つ割ったからね。しかもチャンピオンも倒したし、割と私の性格としてホカゲのもそうなんですけれども、突っ込んじゃうんですね。それは明治だろうが、明治だろうが突っ込んでしまうと何かっていうと、そのためにあえてある程度前出ても大丈夫ように HP を上げてるんです。本来はこのデッキをしてる人ってそんなにいないと思うんですけども、私の性格上前行っちゃうので、だったらまあ前行けるキャラ使えばいいんじゃないのって話なんですけど、まあまあその通りなんですがだけど明治で前行きたいんですみたいな。まあ他のキャラでも前行きますけど、ダメだ。ドラゴン当たりました。これ無理ですね。さすがに人数が足りないので、ムンドちゃんがやっと育ってきたかなって感じ。素晴らしいですね、レジェンドリー。何人殺してるんだって感じですね。うぃ、いただきましたダブルキュー。これは決まったろ、決まったろ
ところで行きましたね。これは決まりましたね。真ん中のこのここのインヒビターって言って生産施設を壊すと味方のミニオンが強化されます。出たムンド。た硬いんで見ててくださいね。タワーから殴られても私あんなに行くことできないですからね。タワーから殴られてもほとんどやらないっていう。入った。ムンドがいった。装備を揃え始めてきたんで、ムンドがいい感じになってきましたね。やる気なんすか。やるんかい。これを倒すと、ヒドラじゃなくてバロンって言ってバロンマスってちょっと強いバフが入ってね。入りましたね。お金が300入って全員に300入りつつバロンバフといって全能力がアップするですね。バフが手にあります。で今全体的に能力強化されてますね。私は割となんで前に出れるようなデッキです。非常にそう。なんで、こいつのスキルはコンボなんです。スキルコンボキャラなんですけども、どういうコンボをするか。ダビルは範囲が広いんですが、確実に相手に当てることができない。しかも、初手で使ってしまうと、相手を燃えてる状態に当てると倍 25% か。25% はダメージが増えるのにかかわらず、初手で当たってしまうと、シャコさん今ウルチを使おうか迷いましたけどやめました。そんなことしなくても大丈夫だろうということでウルチは使いませんでした。おお、相手のジャングルを制しているとこうやってワードですね、相手の視界が取れます。そうなると何かっていうと、相手がこの辺でジャングルしか狩れなくなった時に非常に有用、奇襲ができるようになるんですね。だから今制圧圏、こっちの制空圏じゃないですけど、マップ制圧がすごくこっちのが一気に上がってます。相手はだから守るしかない。しかもバロンバフがついてるので。で、残念なことに相手タンクできるやつがいないんですね。あ、ダリウスか。ダリウスだけど、あ、タンク、オッケー、あぶねえ、超シャコが俺を狙ってきた。全員倒しました、勝利ですね。今何が起こったかというと、シャコが、あ、相手のアサシンが俺をピンポイントで攻撃したんで逃げました。勝利ムンド、これ何かっていうと硬さだと思うんですよね。序盤ムンドはムンド、このこいつですね、相手のトリンドメイに結構押されてたと思うんですよ。相手は火力が強いで、しかも6秒間死なないんでね、うん、ただ中盤あたりから装備だと思うんですけどね、うん、この辺で全部見れます。私と、まあ、下がボロ勝ち、このグレーブスがボロ勝ちしてたってのは間違いないんですけど、火力が多分半端ないですよ。このうちのマークスマンがボロ勝ちしてました。下で。おそらくそれも非常に影響してくる。で、この辺で 12K とかって何かっていうと、その試合で得たゴールドの表してます。
なんで同じレーンの人と比べると、相手とのそのゴールの取得数の差が非常にわかりやすい。私は今回、このダリウスっていうのとをやっていたんですけれども、9キル4です、7アシストだったんですけれども、ミニオン、これミニオンの数ですね。ミニオンっていうのは何かというと、進軍してるちっこいやつです。が171体倒してる。で、相手対するを、ダリウスは5キル6です、1アシスト。で、11.3K。で、229。で、キルとかはだいぶ私の方がアシストが上なのに、そんなに数字的に変わらないのは何かっていうと、ここのミニオンの数が相手の方が50多いからっていうですね。いう形で出てます。この数字が違う。この数字って何がいいのかっていうと、装備なんです。この数字がそのまま装備に反映されるので、要はお金があればその分装備豪華にできるんですよ。このゲーム上位の装備で揃えると火力が半端ないことになるので、しかも、この 13K をね、13,000 手に入れたグレーブスが、この6,900しか手に入れてない、手に入れてない、ましてや、まあ、車庫とかなんかね、8,000しか持ってない、要は半分ぐらいですよ。半分ぐらいしかお金稼いでないやつの装備と比べると、やっぱ圧倒的に強いわけですよ。一発の重みが変わってくるので、全然死なずにですね、こいつの体力が減る前に、減り切る前に相手を倒せるっていうですね、バカみたいな火力を出したんだと思います。そういうですね、数値に出てきます。まあ、単純に一番私はこのゲームはチームゲームなので、何かあるかっていうと、アシストの数でもう、そのゲームは分かってきます。29、これ、全部なんですけども、29キル11です。46アシストですね。なのに対し、こっち11キル30です。7アシスト。アシストが極端に少ないっていうのは何かっていうと、チームファイトをしてないんです。完全に1対1とかをメインでやってる。特に私のこっち相方はそうですよね。相方っていうか対面にいたのはもう完全に1アシストしかいないんで、他もそうですけど、チームファイトをしてないのと、チームファイトをしづらい構成だったっていうのがありますね。車庫とかは特にそうなんですけども、チームファイトでそんなに強いキャラがいなかった。私みたいな明治みたいな範囲火力とかを出す人もそんなにいなかったんで、そういった点もチームビルドに結構出てくるんです。これはチームビルダーで割とみんな自分が使いたいキャラクターをピックしたからこういうことが起こるんですけれども、最初に言ったようにドラフトピックっていうのは、相手のメンツや自分のメンツを見て順番で決めるので、こういったことが起こりにくい。味方とのシナジー、相乗効果を考えてチャンピオンを組まなきゃいけないので、例えば私は魔法、ね、範囲魔法が強いんで、じゃあそれをサポートする。ただ、範囲魔法は強いけれども、相手を確実にスタンさせるようなスキルっていうのはあんま持ってないんですよ。なんで、もう一つスローとかスキルをちゃんと要は一番目のファイアーボールを相手が燃えてる状態に当てないとスタンさせることができないっていう条件付きのスタンなので、ではなくてそれを決めやすいように他のキャラがスローであったりとか、できるですね、サポートとか、そういうスキルを持っているのを選ぶとかですね、その辺のシナジーとかも非常にあります。そのシナジー、要は、その、連携の取りやすさ、取りにくさっていうのが、チャンピオン本体の強さよりも優先される場合があります。だから、シャコなんかは、割と、まあ、今の状況は知らないですけど、私の印象は、こいつはチームファイトができないです。アシストオンリーみたいな。アシストっていうか、アサシン、だから、相手を1対1で殺すことはできるんですけども、なんかチームファイトでゴーバーサスゴーで正面から行きますみたいなことはこいつはしづらいっていうのが特徴です。じゃあもう一回行ってみましょうか。